だ。どうしよう。確認。ハラスモアニャー。ハラスモアニャー。今サイヤングは怖っ。目があった。今、チャクラはひげを剃ってます。今からドン・キホーテに行きます。何のためかと言いますと、今日私はピアスを開けます。今はこっちに1個とこっちに2個開いてるんですけど、ここをもう1個開けてゾロになりたいと思います。レッツゴー。着任。はーい。今ドン・キへ向かっています。なんかさ、はいはい、インドネシアは子供の時にピアス開けるよね。あれインドネシアなのかバリなのか分かんないんだよね。バリだった気がする。 あ、そうなん。うん、あの女の子だけね。うん、なんでそれって開けるの。知らない。宗教が関係あるの。分かんない。お母さんに聞いてみます。あと知らないもん。よくも開けないじゃん。私は17歳の時に開けたけどね。あのバリで開きました。あ、そうだね。そう、バリの病院で、チャクラの親戚の病院で開けてもらいました。だけど穴が上すぎたんだよね、私の理想より。だから結局その半年か1年後ぐらいにその穴を閉じました。でその後チャクラに日本で開けてもらいましたっていう感じです。いやー楽しみ。なんで開けたの。なんでだろう。あ、もう2つ開いてるじゃん。うーん、3つだし。そう、こっちも合わせたら3つなんだけど、まあ、チャクラにはね、もともとチャクラは1個ずつだったらいいよみたいな感じで最初開けてもらって、でもどうしても1個ずつじゃちょっとシンプルすぎるから嫌だなっていうことになって、じゃあこっちはもう1個開けていいよっていう風に許可を3年前か大阪にいる時に許可が出て、念願のこの連続ピアスっていうのを開けさせてもらって、でもそれ以上はもう絶対ダメみたいな感じだったのよね、ちゃっくんは。あんまりピアスをジャラジャラつけてる人が好きじゃないみたいな。だってしーちゃんの理想は変だもん。後で見せます、写真で。これがしおりの理想です。あのショップのやつね。そう、かわいい、めっちゃ。なんかここの耳をなんかアクセサリーショップみたいにしたいの。ここだけアクセサリーショップみたいにしたくて。でも多分女の子だったらわかると思うんだけど、多分男の人にはね理解できない。あれすごいよ、パンクロックみたいな。だからそれってさ、ドクロとかついてたらそうだけど、あの可愛い星とかってさ違くない。いや多すぎるでしょ、どう考えても。いや、あの可愛いのでもダメなんだ、多かったら。ダメだよ、多すぎる。じゃあ全部パールだったら。パールダメで、もっと変だよあれ。ひたんぷてばらるちゃんじきたまぬんぐたびきたたまんぷ。実は太りました。スリープサトチャラキタラブチュベニョポンチャンポンチャワバンヒニ。駐車場トンネルに入ります。レッツゴー。覚えてるかし。ビラメマンイニウジュニャカウカタタパヤディダラムジワ。今日ラディアラディドンキ。コトルバナチラナネカチ。バニャブルクチニャ。最悪なんですけど。進撃のラストシーズンを見るために以前までのシーズンを見返してます。1からね。1から見てる。
だってもうさ、この前その最後のシーズン出て見ようとしたらもうなんかあらすじとかをほとんど忘れちゃって、私はチャクラは覚えてたけど、なんか見直さないと多分感動できないじゃん。これどうなってたっけみたいになるから一応最初から今見返してるとこです。今私は4回目見てます。4回はよ、1から4回目すごいね。私は2回目です。じゃあねー、帰ってきました。帰ってきました。私はこちらを買いました。じゃじゃーん、じゃららん、じゃん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 、見えないじゃん、ちゃんとこちらを買ってきました。はい、あ、ウイスキー久しぶりに移りましょう。確かに。さっき進撃見てたからさ一応あれだね、素材のために写真撮っておこうか。あ、そうだね、撮ろう。じゃあ待ってる間に私の顔見てください。出たよ、出たよ。はい、釣りましたはい、オッケーオッケー。はい、オッケーです。はい、日本ではこれ名前はピアッサーって言いますあのピアッサーはだいたい、あの私はドンキで買ったんですけど、あのアクセサリーショップとかに行ったら結構あると思います。だいたい1200円から1600円ぐらいで売ってるんですけど、私はこれ1500円ぐらいで買ってもらいました。はい、では開けまーす。じゃあ、あのマーキングなんていうマークつけるね。マークつける、ピアスつけます。可愛いでしょこれ、フープピアス。フープピアス、そう、輪っかな。フープ、フープ、フープ、フラフープのフープ。あ、そう、間違ってないよね、なんか印をつけるみたいです。そこに穴を開けます。あ、もうちょっと離した方がいいかな。ねえねえ、どう感覚、ここ隙間っていうのかな、同じ感覚。同じ感覚は同じ感覚なんだけど、もうちょっと上にするね。氷、保冷剤、うんうん、で耳を冷やしたら麻痺して痛みがなくなるらしいんだけど、うん、前までしてたっけ、冷やしてたっけ。あ、冷やしてたよ。あ、冷やしてた。あれで、保冷剤でしょ。保冷剤。ちょっと待って待って待って、また変になった、見づらい。もうこんな感じでいいかな。どんな感じ、どう、どう、ここに、うーん、耳に沿って上がってくれればよくて。あ、あ、なるほどね。そうそうそう、はいはいはい、上がってくれてよくて、とにかくここの感覚、うんうん、この隙間、うんうん、が均等だったらいい。3つのいいと思うけどね。あの骨に近すぎないそれ。いや、でも耳たぶ、まだここは、うん、耳たぶってなんだろうね、イノネシア語。イノネマニアパシ、うん、オッケー。もう一回書いてみてもいい。うん、オッケー。はい、決めました。こういう頭あー、決めました。どこ、いいんじゃない。うん、わかんないけどはい、開けてください。はい、手は綺麗か。これで綺麗にします。これ医療用ステンレスを使ってるらしい、うん、書いてある。なんじゃこれは。うー、はい、どう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 、使い方一応見よっか。今までやってたやつはバネがついてるやつだったんだよね、チャックにやってもらったやつだから。パチンってやったら、そう、勝手になんか向こうも協力して押してくれるみたいな感じなんだけど、うん、多分これ違うっぽくて、自分の力だけで。え？なんでこんなに知ってるの？なかったん。今まで使ってるやつがあの銀色の丸、金色の丸しかなくて、じゃだから頑張ってやってみてください。ギュッてやればいい。ギュッて、そうそうそう、うん、でも力
強すぎてこうずれないようにね。なんか結構難しいな。ずれないように頑張ってね。印に向かって握りしめていくと一時停止します。ピアスと皮膚が直角になっていることを確認し、滑り止め部分かっこ矢印ここだね、多分ここだって、滑り止め部分に指を当ててさらに強く最後までしっかり握りしめ1秒ほど保持してください。ギュッてして1秒ほど待つんだって。手を緩めて下方向に引くと上蓋が開いて本体からピアスが外れます。なるほどね。刺した後は下に抜けばいい。握りしめ不足でキャッチに届いていなければ絶対に開きません。再度しっかりと握りしめてください。刺さってなかったらもっとギュッてやればいいんだって。いや怖い。頑張ってね。大丈夫だよ君、めっちゃ成功してるから。いや前違ったから。前バネの威力もあったから。頑張ってね。こうで合ってるの、こうじゃなくて、あれ。なんでそう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 、こっち、この針が前から刺さるように。じゃあこうなんだ、ね、ダメだよ今押したら始まっちゃうからね、うん、こうじゃなくてこうだよね。そうそうそう、もう言ったやん。今言ったやん。そうそうそう。え、冷やす？いっか、冷やさなくて。あんたに聞きたい。いや、冷やさなくていいかな。痛いかな、冷やさなかったら。冷やした方がいいと思う。自分で決めない。じゃ待っててくれるの？もちろん。早くしろって顔してるからさ。してない。怖いんだけど。ドキドキする？全然。え？ Do not eat。 ん？間違ってる。心配になる。麻痺するんだって。知ってた？冷やし中。冷やし中か。なんかさ、結構動画でさ、チャックンがなんかボケた時とかにさ、しーちゃんがさ真顔になるじゃんこうやって、うん、それでさ、なんでしおりさんはあのチャクラさんに冷たくするんですか。ね、そういうノリだから、うん、あのそういうノリなんです私たちが。そういうコメディ、はい、あの私たちの中で、そう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 、あの嫌いだから真顔になってるとかじゃなくて、うん、笑わない方が私の勝ちなんです。おお、痛い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 。え、まだやってないんだけど。違う、伝わってる。あのなんていうの、冷たすぎて痛くなってきた。これを超えたら多分何も感じなくなるなと。ちょ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 、冷たくなって赤くなってます。じゃあお願いします。まぶたに対して直角ね。もうちょっとあの明るいところでお願いします。まぶたに対して直角、意味わかる？こうだよね。こうじゃなくてまぶたがこうやってなってるんだからこう。まぶた？まぶたがこうやって生えてるでしょ。直角っていうことはこう、こう、うん、顔から見て正面じゃなくてまぶたから見て正面。まぶたじゃない。まぶたってこの印、印。それがまぶたっていうの。さっきのまぶたこれだからさ、何、どういうこと、どうせかと思ったら、まぶたこれじゃん、ちょっと、なんで、なんでそうなるの。合ってるまぶた。耳たぶ、耳たぶでしょ、ほら。絶対なんか変だと思った。マジで、なんで理解しないんだろう。耳たぶ、耳たぶ。めっちゃ赤くなってる。ちょっと赤くなってるでしょ。おちょっと待って、もう冷えてないんだよ、もう。だから、だからこうしてた。そうだよ。はい。ちょっと待って。冷やすのにもさ、一瞬で冷えるわけじゃないからさ。あの、そうやってしないで。でもこっちの方がいいかな。本当に？刺してるとこ見えないけど。あ、確かに。うん。直角ってことはこうだよね。そうだね。こう向いた方がいい。うんうんうん。そっか、それだと表情は見えないか。全然大丈夫。全然。あのパチンってやってやってる。そうするね、じゃあ。いやいや、怖い怖い、ちょっと待って、ちょっと待って。あのね、うん、こうなってるんだけど、いいの？あ、それは大丈夫、それは大丈夫。
男は いいかな、どう思う？どう思うか？え？やりましょう。でもね、耳たぶは痛くないんだよ、ほとんどね。はい、もう自分の判断でやりますね。うん、穴はぴったりね。うん、それはそうだよ。自分の判断でって言うから。ちょっと動かないでください。分かった、やるよ。はい、あ、やばい、痛っ。どうしよう、抜けてんじゃない、ほら。あ本当に全然痛くなかったよ。痛いって言って、痛い気がした、失敗したと思って。どう、ちょっと待って、今ね、こっち側に出てるんだよ、棒が。うんうん、どうしよう。あ、それは大丈夫、ずらせばいいだけ。最初は穴開けてすぐは皮膚が硬直するんだよ。硬直？あの、皮膚が硬くなるの、ギュッと。うん、だから動かすのがちょっと難しいんだけど。じゃあこれ成功ってこと？成功、成功です。後ろでもね、キャッチついてるもんね。ついてるついてる。あ、成功です。やったー、よー、じゃーん、イエーイイエーイ。え、めっちゃいいよ、ルイ君、ありがとう。よかった、イエーイ。はい、じゃあ今回の動画はこんななんかちょっとどうでもいい動画かもしれないんですけど一応こんな、はい、こういうものありますよって、日本、うん、あれピアッサーです。ピアッサーです。ぜひ皆さんもあの開けたい人はドンキとかで買ってみてください、うん、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。バイバイ。